どうしたのさっきこんなとこ呼び出して。ちょっと時間ないんだけどさ、ちょっと大事な話があって。何何、ちょっと時間ないの今。実は、うん、YouTube 俺3年ぐらい続けてるじゃないですか、はい、伸びなくて、うん、変わりたいなって思って急に急に。いやでも今せっかく呪術廻戦とか鬼滅のさグッズ開封してさ、徐々に、まあ、プレゼント企画とかもやってさ伸びてきてるじゃん。もったいなくね。でも、うん、スカイフーの動画って正直誰でもできるし、ピータンさんですらやってるじゃないですか。あの俺が本当にやりたいのは、うん、今まであのチャレンジしたことがないことにチャレンジしたり、うん、見てくれてる人に夢与えたいんですよ、うん、僕って牛丼好きじゃないですか、はい、まあまあ知らんけど、いろんな今 YouTuber さんが牛丼早食いとか、うん、大食いとかしてサノッチさんとかね、うん、チャレンジしてる見て正直俺でもできるなって思っちゃったんですよ今スティア行くとキング牛丼とかがあるらしくて、それにねちょっと正直チャレンジしたいな。いやあのね、すき家ってメニューに書いてあるのってあれメガ盛りまでない。なんでかっていうとメガ盛り以上って普通の人食えない、マジで。俺一回あのキング牛丼試したことあるけど、はい、死ぬ死ぬ、きつかった、マジできつかった、絶対無理よ。いやマジでキング牛丼はやめた方がいい、絶対残すもん。俺牛丼好きじゃないですか。いやそれは知らんけど、牛丼好きとか嫌いとか言われて量がやばいんだ。だからあれ裏メニューになってるのは普通の人が食べる量じゃないから裏メニューになってるんだって。やめた方がいい。諦めたら試合終了ですよ。いや別にキング牛丼食べるのはいいんだけど、チャレンジするのはいいと思うけど、絶対食いきれんから。キング牛丼が食いきれない動画なんてさ誰も見たくないじゃん。失敗した時にやっぱ罰ゲームぐらいはないと、はい、誰も見てくれないですよ正直。プレゼント企画しますか。いやそれだったらさ今までのさグッズ開封とプレゼント企画あんま変わんないじゃん。罰ゲームはじゃあ今までやったことがないことにチャレンジしたいっていう、はい、ザッキーさんの気持ちもよく伝わったんで、はい、罰ゲームはじゃあ僕が考えます。怪我しちゃうんでね。というわけでキング牛丼チャレンジの失敗した時の罰ゲーム、はい、考えてきました。おー1個って決めちゃうとね、はい、ドキドキ感なくなっちゃうんで、はい、この5つの中から、はい、ザッキーが選んだやつを、まあ、罰ゲームやってもらおうかなと思ってます。ないですか。わかりました。1つ目、はい、じゃじゃん、プレゼント。これはもういつも通り、まあはい、ただいつもより豪華に、例えば1万円分プレゼントとか、はい、豪華な感じで、はい、これいいね、喜ぶね、うん、視聴者さんもね、はい、2個目、ババン、激辛。もうこれは、まあ、激辛も何度かやったことあると思うんですけど、はい、やばいやつ、もう世界一辛いぐらい。うわそれはやばいね。3つ目、何だそれ、バンジージャンプ。あこれやばい、これ怖いやつ。これバンジージャンプをもう飛び降りてもらう。うわこれはやばいな、マジでやりたくないな。4つ目、虫を食べる。うわ関係なくね。いやまあ罰ゲームといえば虫を食べ、まあ虫ぐらい食べてもらわないと。最後は意外に楽かもな。マジ？最後、ドン、コスプレバニーガール。え、やっぱ普通のコスプレしてもね。誰が見たいの俺らの。バニーガール誰が見たい。正直ね恥ずかしいと思う。いやこれ一番やばいと思う。下手したら。これを選んでもらいます。マジで？今からこれを送りますので。はい。マジ怖い。できればプレゼントが嬉しいんじゃないみんな。皆さんどれが見たいかっていうのはね。いいですかね。いいっすよ。じゃあこれかな。あ、それやめといた方がいい。マジ？どうしようかな。いろんな意味で。え、いろんな意味で？そう。信じるか信じないかはザッキー次第です。そう。まあでもやっぱ4月の誕生日だからやっぱこの辺とかね、すげえいいなと思うけど。あーそれもなんかな、これやばい。じゃあこれは、あー俺これにします。本当にもう変えれないよ。いやマジで、まあ、左がわりかし嘘いい気もするけど、
そう。左に誘導してる感じするから俺これします。まあ、これします。別に誘導はしてないけど。左じゃ引いてください。いこれいい？いいの？引いてくださいじゃん。いくよ。はい。せーの。え、マジで？最悪のやつ引いたな。俺言うたやん、右はよろしくないよって。なんで言ってくんない？言ったって。これやばいやん。うわ最悪だね。最悪だ。じゃあ、よーい。いただきます。